内越橋は神奈川県横浜市中区だ、越二26番地山手223番地にあるアーチ橋。関東大震災の復興事業で横浜市内に建設された178本の橋梁の一つ。橋の南側は南区唐沢に隣接する。内越の冷戦1923年9月1日に発生した関東大震災の後、かつて 牛島山と呼ばれた丘に多くの避難民が住むようになった。丘の上への交通を確保するため、切り通しにして幹線道路と横浜市電を通した。その際に丘の上の生活道路が切り通しで分断されるために、かけられた小道橋が内越橋である。走行費は87,362円84銭で、竣工当初は淡いピンク色に塗装されていたが、後に、 鮮やかな朱色に塗り替えられた。霧通しの改作で生じた土砂は山下公園の造成に使われた。市電は1971年に廃線になり、現在は横浜駅とネギ市内を結ぶ横浜市営バス103系統が運行されている。元橋にほど近い丘のふもとには内越の冷泉と呼ばれる湧水が出ている。1990年度には神奈川の橋百線、 2003年度には、横浜市認定歴史的建造物。2015年度には、山手水道、桜道橋、西の橋、八橋と共に、元町、山手地区の震災復興施設群として、土木学会戦勝土木遺産に認定された。夜景の名所として知られ、北側に横浜ランドマークタワーをはじめとする、港未来地区の高層ビル群を見ることができる。ありがとうございます。